今回長崎と佐賀の方のこちら、どう、はい、どうですか、こんな感じになっております。はい、しょうこです。おはようございます。今回は久々にね、忙しかったので3泊4日の九州の旅行に来てるということで、今回は長崎と佐賀の方に来てるんですけども、最終日なので買って絶対良かったなって思うお土産をご紹介していきたいと思います。結構皆さん旅先でお土産ってめちゃくちゃ悩みませんか？普段そんなに買わないんですけど、今回はコロナの接種証明書と身分証明書を見せると1人2000円分の使えるクーポンがついてくるって言って、3日間泊まったので1人6000円使えるということで、トモさんと合わせて1万2000円使えるクーポンをいただいたので、そちらの方でねお土産を買ったんですよ。いつもお世話になってるね、うちのねスタッフにも買っていこうと思って、ちゃんぽんっていうので買いました。今回長崎と佐賀の方のこちら、どーん、はい、どうですか、こんな感じになっております。旅して必ず買ってくるものっていうのがあって、どんなとこ行っても必ず買うものが塩。こちら今回は丸い塩って言って、塩が美味しいんですよっていうのを友達に聞いたので、こちらの方買ってきました。海のお塩です。海水、ね、国産。これ書いてあるのがすごいですよね。工程がすごい書いてある。九州の方だと糸島のお塩もめちゃくちゃ美味しかったんですよ。花塩って言ってね、すごい美味しかったんですけど、頭に残ってまして、多分これも美味しいんじゃなかろうかと。うどん食べた時にすごい美味しかったので、パッケージも可愛いなと思ってね、こちらの方、五島のうどん、結構細いんですよ、五島のうどんね。あとまだこれ食べたことないけど、これは気になったので、柚子と酢と唐辛子と食塩っていうことで、こちらの方、あとうちのスタッフに長崎ちゃんぽん、こちらの方がみかんのジャムなんですけども、これ朝ごはん食べに行ったところのおしゃれなねカフェがめっちゃくちゃ美味しかったんですよ。みかんとグラニュー糖入ってるんですけども、ヨーグルトにねちょっと入れて食べるのにいいかなと。私あんまりジャム好きじゃないんですけど、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。なので小島ちゃんの分と2つ買ってきました。ここからが趣味になってくるんですけども、お酒です。こちらの方はね、お友達に会った時にいただいた秘伝の麦焼酎っていうことで、なんだかすごい鼻引いて、聞いたことないんですけど、あんまり出回ってないのかな。アルコール度28度、この蔵の秘伝、うまさ極めた28度って言ってカーってなるやつだと思うんですけど、すごいなんかこれ生まれの良い、腰の座った花の香りが漂うって書いてます。ゆっくり飲もうかな。私は日本酒好きなので、佐賀に入った時にこちらのね伊万里のカップ酒っていうのが、漫画でね、酒と恋には酔って叱るべきっていうね、カップ酒をね延々とすごい語って、なんだかね飲みたくなる漫画があるんですけど、それ見ていやカップ酒って思ってたんですけど、これがね載ってたんですよ。伊万里焼のカップ酒ってことで、これねいろんな種類がありまして、こんな感じでね、これ欲しかったんだけど赤いやつ売り切れてまして、こちらの方の立花っていう方にしました。いろんなのがあってね、飲み終わった後に花瓶になったりコップになったりということで素敵ということで、こちらの方はカップ酒でございます。ご褒美に飲もうかなと。で、同じところでこちらがね、金賞受賞ということで、2022年清酒の小伊万里っていうところのモノクロームプラス日本酒です。また素敵じゃないですか。こんな感じで土地土地で頑張ってる職人さんたちっていうのがすごいリスペクトするので、なるべく行った時に土地で普段見つけられないものを見つけて買うのが好きです。行く先々でツアーをね、うちの友達とみんなで夜お酒飲む時に自分のねおチョコをね買おうよって言われ、これ私が選んだんですけど、わかります、可愛くないですか。ともさんはこちらを選びました。四角い、多分ね彼はあまりお酒に強くないので、ここにちっちゃい何かが入るんだと。お揃いにしないとこがうちの夫婦っぽいなと思って、友達の夫婦はちゃんと色違いで買ってましたけどね。一目惚れして買ったのがこの皿です。可愛くないですか、伊万里焼。今回伊万里の紀陽の里っていうことで、こちらの方は鍋島藩の御用釜、すっごいいっぱいあるんですよ。これが400年ぐらい続いてるらしいんですけども、この釜の里って、こちらの方はね旅館からいただきました。こういうね、ところを見て回ったり、坂道が多かったりとかね、お店お店によってこだわりがあったりとか、絵柄が違ったり色が違ったりとか、聞いたりとか見たりっていうことで、とてもね目が喜ぶっていうのかな、
いろんな旅行行った時にいろんな知らない知識と目で楽しむっていう美意識をね磨いていくっていうのが醍醐味かなと思っております。プレゼントとかお土産とかね、やっぱりエピソードを添えてっていうとすごくねいいのかなと思います。うちのスタッフとかにもお土産話をしながらお土産を渡していきたいと思います。皆様はどんなとこに行った時にどんなものをね買うのかとか、こういうお土産をね買ったらものすごく喜ばれましたよとか、私はここの土地にいてこれはみんなにね広めたいんですっていうのがあったら、ぜひねコメント欄に書いてってください。今回は旅行編で続いてますけども、もしねちょっとでも佐賀県だったりとかね長崎行ってみたいなって思う方とか、私住んでますよ、翔子さんここは見といた方が良かったのにって、まだまだ見たいとこあったんだけど見れなかったので、もしねここは良かったよっていうのがあったらまた書いといてください。もしよかったらチャンネル登録、いいねボタンを押してくれると嬉しいです。またねいろんなね体の中からね素敵になっていく方法を伝えていきたいと思います。次の動画でお待ちしてます。